皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます。はい、どうもこんにちは。本日はですね、私の、個人的な活動というか、についての報告とそれから告知をですねしたいと思います。こういう動画どんどんもちょっと珍しいなと思いますけど、ちょっと早速行ってみたいと思いますが、まず一つ目ですね、動画編集ソフト、でダヴィンチリゾルブという動画編集ソフトがあります。ブラックマジックデザインという会社が手掛けている動画編集ソフトで、私も日頃から、使用していた動画編集ソフトなんですけども、ブラックマジックデザイン公認のダヴィンチリゾルブ公認トレーナーになんと私がなりました。はい、認められました。とても嬉しいです。あの動画の勉強しようと思ってね、自分のタイムラプス作品とかにもいろいろその動画編集の技術を活かそうと思って、一から動画を勉強して、それを自分の作品に反映したいなという思いから、この YouTube チャンネルも始めましたし、この YouTube チャンネルを、運営していく中で学んだ技術っていうのを皆さんにもね、こうセミナーとかで還元していました。だから私のタイムラプスのセミナーとかで使用するソフトっていうのは、基本的にはダヴィンチリゾルブを使っていて、そのダヴィンチリゾルブを使ってどういうふうに編集をするとこういう作品作りができますよとか、こういうタイムラプスが作れますよみたいなことを日頃からやってたんですね。ダヴィンチリゾルブのトレーナーになると、あのこういうですね、認定証いただけるんですよ。はい、嬉しいですよね。いや、めっちゃ嬉しいんですよ、正直。すごい嬉しくて、自分の今までやってきたことを、この3年間 YouTube を通じて動画編集を学んできたことが、一定量評価されたような気がしてですね、すごく嬉しいんですよね。最近その動画をやっている方々の輪の中にちょっとずつ入ることができて、私ももともと写真畑の人間っていうか、しかも星を撮っているような感じですからね、動画畑の方々とはちょっと関係の薄いような存在だったんですけど、ちょっとずつそういうお友達が増えてですね、この度、そういう公認のトレーナーに、なる機会をいただきまして、で誰でもできるわけじゃなくて、ちゃんとテストを受けて、その人が今までやってきた、今までどんなことに取り組んできたかっていうのを評価した上で、じゃああなた、ダメージトレーナーに認定しますよみたいな感じなんですけど、なんとかですね、そこに認めていただくことができたという感じですね。でダヴィンチトレーナーになると、肩書きで、ダヴィンチリゾルブ公認トレーナーですよっていう風に言えますし、はい、で、表立ってダヴィンチリゾルブのそのトレーニング講座みたいなのもできるようになるんですね。せっかくダヴィンチトレーナーにこうなったので、今後私の YouTube チャンネルでも、今までもやってきてましたけど、よりそのダヴィンチリゾルブについてのチュートリアル動画とかを増やしていこうと思っています。特にタイムラプスの編集に関してのダヴィンチチュートリアルはあまり国内ではまだまだ少ないと思っているので、私が先頭来てやれたらいいななんて思ってるんですけども、取り急ぎですね、再生リストにダヴィンチリゾルブチュートリアルというのを作りました。その再生リストの中にはですね、私がその何かこうレビューなりハウツーを紹介するついでにダヴィンチリゾルブをいじっていたみたいな感じの動画が一応3つ4つ入っております。でそこにですね、今後はそのダヴィンチリゾルブの使い方、例えばタイムラプス動画の作り方からなんかエフェクトの追加方法みたいな、そういうですね、ピンポイントでの動画を追加していけたらいいななんて思っておりますので、ダヴィンチリゾルブってどっちかというとそのカラーのイメージ強いんじゃないかなと思います。カラーグレーディング、カラーコレクション、こう色をこう調整してですね、おしゃれに見せるみたいな、わかりやすく言うとそういう感じなんですけど、そういう部分に特化してるっていうイメージが強いと思うんですけど、私ですね、カラーのところは実はまだまだ勉強中なんですね。でどっちかというとその編集ですよね、編集、そのタイムラプスを中心としたその編集技術っていうところが私の強みなんですよね。ダヴィンチリゾルブの勉強は今後も続けていきますので、学んだことは皆さんに今後も還元していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で次、もう一個告知があるんですけども、これこっちに出そうかな。はい、こちら、なんとですね、写真展やることになりました。これ私ライブ配信、サブチャンネルのライブ配信では、結構言ってたんですけども、中野のですね、東京都の中野の健康時南さんのサービスショップの中に健康時南さんのギャラリーがあるんですね。そこのギャラリーを使って写真展をやらせていただくことになりました。
タイトルがですね、From 0 to 3776という、タイトルにしました。これはですね、今年の夏に私が、一生懸命撮影に行ってた撮影地が2箇所あるんですよ。それが1個が東京都神津島村、はい、星空保護区に3年前に認定された場所でございます。はい、そこに行って撮影をしていたんですね。で、もう1個が富士山の山頂です。富士山山頂の火口付近からですね、日本で一番高いところから星を撮りたいなと思って、そこの風景が撮りたいなと思ってですね、その富士山の8合目に宿泊して、アルバイトをするっていうですね、その仕事をやりながら空いてる時間を使ってこう撮影させていただいてたんですね。 From 0、海馬0メートルから2376、富士山の剣ヶ峰が3776メートルっていうところなんですけど、そこのそのなんか対比みたいな感じでタイトルをつけさせていただいたんですけど、そんな写真展を開催いたします。で、これですね、期間が9月27日から10月9日という感じなんですが、この期間内に多分私最初の方は在廊できるんですけど、後半多分仕事でいろいろあちこち飛び回ってるので後半あんまりいれないと思うんですよね。なので前半にですね、スペシャルイベントっていうのを開催することにしました。9月30日土曜日はですね、一応作品解説トークショーということで、展示作品についていろいろ喋ってこう思い出話みたいなのをしていったりとか、苦労話みたいなのをしていくようなトークショーをやろうかなと思っています。翌日の10月1日日曜日ですねは、セミナーをやろうと思ってまして、どっちも有料になるんですけども、1時からは初めての成形写真講座ということで、まあ、写真展を見てね、成形写真ちょっと撮ってみたいなという方がいらっしゃったら、ぜひお越しいただきたいなと思います。成形写真の撮り方、構図の考え方、それから、実際にこうカメラを使ってですね、こういう風にピント合わせたらいいよみたいな実技もやれたらなと思っているんですけども、そういった成形写真講座をまず一つやろうと思ってます。で、二つ目がですね、まあ、私、先ほど申し上げた通りダヴィンチトレーナーになったので、ダヴィンチリゾルブを使ったタイムラプス動画の編集テクニック講座ということで、開催したいと思います。タイムラプスを始めた人、私の周りでも結構やっぱりありがたいことにね、嬉しいことにたくさんいらっしゃるんですけども、やっぱりそれが動画編集っていう風になった時にとってもそれがハードになってつまずいてしまうと、なかなか、うまくいきませんというような話をよく聞きます。で、どうしてもタイムラプスで一連の流れでね、撮影して、それからそれを動画にしてから最後編集しましょうみたいな流れになるんですけど、そのダヴィンチの編集まで行くと結構もうお腹いっぱいになって一日でやるとね、みんな頭パンパンになっちゃうんですよね。だからこれは分けてやった方がいいなと思っていったところ、まあ、こういう話があって、じゃあここで初めてそのダヴィンチリゾルブの動画編集講座っていうのをやってみようかなと思ってですね、開催することにしましたので、こちらもぜひお楽し、ご参加いただければなと思います。で、その申し込み方法とかですね、ちょっと私まだ健康トキナーさんとちゃんと、すり合わせをしていないので、追ってまた発表しようと思ってます。一応この概要欄、動画の概要欄に URL リンク先を貼っておきますから、そこから自分のブログページに飛ぶようにしようかな。ちゃんと詳細分かったらそういう風にいたしますので、気になる方は概要欄の URL をクリックしていただければと思いますので、随時更新していきますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで、私の今日の動画は以上になります。今後とも私の活動をですね、応援よろしくお願いいたします。はい、それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー、したっけ